桃太郎電鉄シリーズ桃太郎電鉄2010戦国維新のヒーロー大集合の巻桃太郎電鉄2010戦国維新のヒーロー大集合の巻はハドソンから発売の Wii 用ボードゲーム桃太郎電鉄シリーズの第19作目である末置き型ゲーム機の桃太郎電鉄シリーズとしては16以来約3年ぶりの新作 Wii 版としては 16の移植版以来2年ぶりとなる。また、シリーズで初めてタイトルに、西暦表記を採用した作品。当初は、前作、20周年のグレードアップ移植版として開発が始まったが、追加要素が多くなったため、新作として発売することになった経緯がある。オープニングムービーで、銚子電気鉄道にて運行されていた、桃太郎電鉄ラッピング車両の運行の様子が、 収録されている。初めてでも夢中になれる。おキャッチフレーズに CM イメージキャラクターは5年ぶりに一新され、剣道小林と山本あずさが起用された。また、後の2011年1月20日にみんなのおすすめセレクションとして本作の廉価版が発売された。2012年に株式会社ハドソンは KDE に吸収合併されたため、本作は ハドソンから発売された最後の末を聴き向けシリーズタイトルとなった。また本作は、土井隆之がすべてのキャラクターのデザインを手掛けた最後の家庭用末を聴きシリーズタイトルとなっている。土井の降板に伴い、月初めのカレンダーの新作イラストも本作が最後となった。なお本作は池武氏が作曲を担当した最後の家庭用末を聴き向けタイトルでもある。 新カード再登場名前のうちはゲーム内での名義。桃鉄10年トライアルは風人とアシュラのみ以下の全20回が登場する。以下はすべて PSP 版タックマッチにも登場している。は独占すると現れる駅。ゲーム中に条件を満たすとターン開始時のコマンドウィンドウにお楽しみコマンドが追加される。お楽しみコマンドの内容は以下の通り。 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、陸前高田、牛深、佐田屋も、普通、勝浦、千倉、内子、すくも、延岡なお、人間プレイヤーが絶好調になると、全国のカード駅が、ナイスカード駅に昇格する。ありがとうございます。